ダニエル・ジョン・バトラーは、アメリカ合衆国アリゾナ州、マリコ・パグン・フェニックス出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。2019年シーズンにより、MLB ・アリゾナ・ダイヤモンド・バックスで、ブルペン保守を務める。2009年7月28日に、ボストン・レッドソックスと契約して、プロ入り。契約後、参加の A-9、ローウェル・スピナーズで、プロデビュー。 22試合に出場して打率、179、1本塁打、10打点を記録した。9月に A 級セーラムレッドソックスへ昇格し、2試合に出場した。2010年は A 級グリーンビルドライブでプレーし、61試合に出場して打率、327、6本塁打、31打点と活躍した。7月にトリプル A 級、 ポータケットレッドソックスへ昇格し、2試合に出場したが、5打数無安打と結果を残せず、A 級セーラムへ降格した。A 級セーラムでは35試合に出場して打率、292、1本塁打、17打点、1盗塁を記録した。2011年はまず、A 級セーラムでプレーし、91試合に出場して、打率、247、11本塁打。 66打点、4盗塁を記録した。8月に AAQ ポートランドシードックスへ昇格。AAQ ポートランドでは21試合に出場して、打率、212、2打点を記録した。9月にトリプル AQ ポータケットへ昇格し、1試合に出場した。2012年はまず AAQ ポートランドでプレーし、73試合に出場して打率25、251、 6本塁打26打点を記録した。8月にトリプル A 級ポータケットへ昇格。トリプル A 級ポータケットでは22試合に出場してダリズ3 3打率2333本塁打11打点を記録した。オフの11月20日にレッドソックスとメジャー契約を結んで40人枠入りした。2013年3月4日にレッドソックスと1年契約に合意。 3月16日にトリプル A 級ポータケットへ移動した。この年はトリプル A 級ポータケットでプレイし、84試合に出場して打率26、262、14本塁打、45打点、1盗塁を記録した。2014年3月7日にレッドソックスと1年契約に合意。3月23日にトリプル A 級ポータケットへ移動し、そのまま開幕を迎えた。 トリプル A 級ポータケットでは83試合に出場して打率2414本塁打30打点を記録した8月2日に性ホッシュのデビッドロスが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格8月10日のロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャーデビュー9番ホッシュとして先発起用され三打ス無ムアンダに三振一死球だった 昇格後は3試合に出場したが、11打数、無安打と結果を残せず、8月20日にロスが復帰したため、トリプル A 級ポータケットへ降格した。9月3日に最初を獲した。9月10日のボールチモアオリオールズ戦では、2打席目に、チーン・インから、メジャー初安打となる中堅への二塁打を放った。この年メジャーでは7試合に出場して打率21、211、 に打点を記録した。2015年1月6日に DF となった。2015年1月14日にダニール・ロオゼンバームとのトレードでワシントン・ナショナルズへ移籍した。開幕から参加のトリプル a 級シラキュース・チーフスでプレーしていたが、メジャーでの出場はないまま7月28日に DF31 日に40人枠外となった。この年は、 トリプル A 級シラキュースで83試合に出場して打率227、1本塁打26打点1盗塁を記録した。オフの11月6日に FA となった。2016年1月16日にレッドソックスとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。この年はトリプル A 級ポータケットでプレイし、 48試合に出場して打率3033本塁打16打点を記録したオフの12月14日にレッドソックスとマイナー契約で再契約し2017年のスプリングトレーニングも招待選手として参加することになった2017年もトリプル A 級ポータケットでプレイし73試合に出場して打率2594本塁打 34打点を記録した。2018年1月16日にレッドソックスとマイナー契約を結び、同年もスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕からトリプル A 級ポータケットでプレーし、8月3日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。八月十四日にフェとなり、翌十5日にマイナー契約で、 トリプル A 級ポータケットへ配属された。2018年11月26日に現役引退を表明した。引退後は2019年シーズンより地元球団アリゾナダイヤモンドバックスのブルペン保守に就任する。ありがとうございます。